皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志 DS3 ですね。続きやっていきましょう。でね、伊勢さんどこに行ったのかな、みたいな、こんなとこにいてね、しかも中精度75なんですよね。これをね、カオンさんは無理か。調査できるんじゃないかな。記者の能力ね。来た。遺跡さんは、100だ。ラッキーラッキー。今何になってるんだ。人事になってんのか。政治88ですからね、やっぱりここは遺跡さん内政にしときたいですね。でね、ありがたかったのはね、ここの情報で武将にしてね、この中精度相当かけだったらいいんですよ。一番わかりやすいですよね。だから巨星さんね、取れるんじゃないかなって。長外さんは、平原でしょ。まあその前に、一緒に見ましょうか。本当は奢ってあげたいんだけどねケチだからね私平原って言ったらここか。成功率が一気に高くなったね、やっぱり。上位いいですね。しかも最大まで上がってるのがもう2つあるね。
うん、褒美をあげたのはちょっと母兵かけてね、ここのちょっと兵力を増やしときたいっていうちょっと思惑がありましてね。まあ多少は大丈夫か。あーでも涼花さんがあんまりよろしくないね。チョンさんかな、リュウさん本人に貸しましょうか。8年になるとね、孔明さんが登場するんですけどね。強制さんも内政官だね。財閥3人もいんの。ああ全部1000人だ。補正さんが全然やっぱ動かないな。細胞さんはちょっと厳しいかな。
あとは、誰か取れないかな。あ、サチさんはまあ、ともかくとして、おや、ん、あ、バリオさんか。おお、移動できるかな。まだ無理かな。あ、しまった。バリオさん計略担当に変えるの忘れてたな。あ、そっかそっか。
ではね、そろそろちょっと索敵を仕掛けていきましょう。また調整。あ、また逆転負けですね、これは。あー、テイフさん切られたんだ。おお。とりあえずちょっと忘れんうちにバリオさんをね、計略担当にしておきましょう。ではね、ごめんなさい、ちょうど20分超えしましたんでね、今回はここで終了とさせていただきます。ありがとうございました。それでは、さよなら。